はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらはレンズですね。バルナック用の L マウントタイプのレンズ、スクリュータイプのレンズですね。で、こちらはレーズ純正の広角レンズで、ズマロン 3.5cm F3.5 になります。で、こちらリアのレンズキャップ付属しております。はい、非常にちっちゃくてね、可愛らしい広角レンズになっております。で、まずは外観から見ていきましょう。ぐるっと回って、多少のね、汚れはありますよね。もう何十年前のものですけど、メッキの剥がれまではなさそうですね。この文字部分も、距離計の文字部分も非常にくっきり残ってますし、正面の名刃もね、しっかり文字残ってますし、正面のガリ傷とかもなさそうですね。ちょっとこの辺、ちょっとなんか、ほんのちょっとかな。当たりかな。ちょっと歪みまではないのかな。ちょっとだけですね。凹みのようなものがあるぐらいですね。で、マウント部分も特には問題ありません。はい。で、こちら当店で整備をしておりまして、整備内容とすればこちらピントリングですね。中のヘリコイドグリスをね、古いグリスをきれいに拭き取って、新しいグリスを入れ替えてますので、こんなにスムーズにね、途中で引っかかりなどなく、こんなにスムーズに回転してくれます。はい。で、あとこちらのパチンという無限ロックですね。こちらも分解して、清掃してバネを調整してますので、しっかりロックしてくれます。はい。では、あとは、絞りリングですね。こちら、絞りリング。清掃してグリス塗ってますので、こんなにスムーズです。各指標通りでね、しっかり開放から F の22までしっかり回ってくれます。はい。で、あとは、じゃあ、絞りの羽ですね。羽も清掃済みです。油浮きなどありません。で、あと気になる光学系ですが、特に問題ありません。まあ、古いレンズですのでね、多少のね、多少というか、少しの吹き傷はあります。で、中玉もクリアですし、コーティングもしっかり残ってますし、で、こちらが F の 3.5、開放で撮った写真ですけど、これを見る限り特に問題ないですので、ズマロンのね、描写を遺憾なく楽しめると思います。はい。では、ここまでご覧いただきありがとうございました。ズマロン 3.5cm F3.5 のご紹介でした。不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。では、よろしくお願いします。